はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いや、ということで、収録ボタンをファイト。何かというと、TWICE のアルコールフリーというこちらのミュージックティザーが出てきたというところでね、もう昨日結構盛り上がっておりまして、ファンの方たちのね、コメント、メッセージたくさんいただいてます。見ていきましょう。レッツラーゴー。おう、アナマアナマ、あらららららあらららら、あらららら、らら、絶対いいじゃないですか。6月9日、やばい、かわいい、絶対かわいいやつだ。もう絶対にこれ夏取りに行くよっていうあれですよね。で、ちゃんちゃんつ、あら、何かで、あれ、ちょっとラテン系な雰囲気、サルサっぽい音楽ありましたよね。なんかビーチな感じ。チェヨンシー、ちょっと待って、これやばい。ちょっとこのヘアスタイル、この横顔、あら、ちょっとやばいわ。どうしましょう。あらま、どうしましょう。ちょっと待って、ちょっとチェヨンちゃんハマってるんですけど、やばい、めっちゃ似合う。ちょっと待って、進めないんですけど、これ以上。あらー、大半ちゃんに行く前、あらー、ちょっとやだー、超プリティ、美しい、ビューティー、大半ちゃん、なんか大きいこのネックレス。なんかこうやって見ていくと、やっぱり TWICE って本当に本当に綺麗な方たちが集まってらっしゃるんですね。笑顔が素敵です。あらららら、ら、ジュースちゃん、それはこの前のパフォーマンスもね、素敵でしたよ、ソロパフォーマンス。あらららららら、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 光ってらっしゃる。ちょっとなんかもうフルーツたちと一緒に浮いてますね、ナヨンちゃんね。あらま、リップの色も素敵です。後ろのこのね、ちょっと、インドじゃないか。まあ、ラテン系の生地とね。あらま、ももちゃん。あらららららら、ら。素敵な、またこれは、髪なんかついてらっしゃいますけど。あら、さなちゃん。夕日が似合うわ。ついちゃん、あらま、なんかもうトロピカルな。こういうやっぱお花を刺す感じとか似合いますね。ちょっと、強めのリップでも、何ですかね、目鼻立ちがはっきりされてる方なので、こういう風に、まあ、どんなメイクでも似合うんでしょうね。素晴らしい。あらまー、このソファーと、後ろ、これ本当に海なんじゃないかしら。あら、やだー、ちょっといいわ。待ってるよ、みたいな感じなのかしらね。ヤシの木の下で。ジョンヨシー、髪がまたいいわね、伸びた感じで。今回もね、どうでしょう、パフォーマンスとかは、まあ、ゆっくり休みね、腰休ませながら、もう笑顔でいてくださればそれだけで十分でございます。これはミキサーにかけてるのね。なんかもう色味がすごい、ちゃんと見てください、この後ろにフライパンがかけてあったりとか、本当にこの、何ですかね、セットがすごい。あらー、ジオちゃん、ちょっと待ってくださいね、すいません。飲み、この何ですか、あのお皿に太陽ピカーンっていうところからのジヒョちゃんで、このカクテルですね、カクテル。あららら、チャ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 、多分これ本当にしっかり踊ってるんだろうな。なんかダンサーならウェイの頃とはちょっと、あれからもう何年経つの、3年ぐらい経つんですか、3、4年経つんですかね。すごくないですか、あれから3、4年ってまた一味違った夏が来るってことですよね。待って、どういうダンスなんだろうこれ。衣装をちょっと皆さんをチェックすると、ホワイト系なんですね、ベースがね。今回はあの足元が割と皆さんスニーカー白っていうところもありますし、必ず身につけているアイテムが白っぽいかな。サナちゃんだけちょっと別かな。まあ白、あとはまあちょっとデニム系な雰囲気もありつつ、なんか髪色もそうだけど、
個性がしっかりこう、もうキャラが確立されてるじゃないですか、皆様たち。本当にそれぞれの良さっていうところが伸びきった上での一人一人のこの成長した姿。あら、で乾杯ね。TWICEのメンバーの方たちってそんなにそのお酒ゴリゴリに飲まれる方がいらっしゃらないというのを、なんか V ライブかなんかで見たのかな、なんかそういうお話をされていたのがあったので、そこら辺もちゃんと含めてのアルコールフリーなのかもしれないですね。え？アルコールフリーっていいっすね。いい。ちょっともう一周していいっすか。ちょっとカクテルなんだけれどもアルコールは入ってない。だから酔っ払ってベロンベロンにっていうのではなくて、あくまでもみんなでこう、なんだろうな、チルしようよみたいな感じですよね。そのアルコールの入ってないカクテルって入ってないんですけど、もうこれだけで、僕ね、お酒あんまり飲まないので、そんな飲めないので、なんかね、わかるんですよ、アルコールフリーのワクワク感っていうのがやっぱあって。で、そのカクテルとかでアルコールが入ってないものでもすごく綺麗に作ってくださったりとか、そのさくらんぼを落としてくださったりとかするんですよ。アルコールがね、入ってなくてもそれだけでね、もう気分上がっちゃうというか、うわーみたいな、何この綺麗な、その一個のね、作品だと思うんですよね、やっぱカクテルっていうのも。そういうのがあると思う。待って、チェヨンちゃんやばいわ、ちょっと本当に。どうしよう、チェヨンちゃんのカメラ目線まだいただいてないんですけど。あー、やだー、最高です。大変美味しい。これ飲んでるのかな、おっきい。さあちゃん、あー、ちょっとどうしよう。サムネどれにしようとかって思っちゃう、もうみんな良すぎて。さなちゃん、ちょっとここら辺かな。夕日、これ外ロケしてるってことですかね、行ってるのかな、本当に向こうに、向こうがどこか分かんないですけど。ジョヨシー、僕ジョヨシーとチェヨンちゃんが好きなんですけど、二人ともまだカメラ目線いただけてないの。ここと、ここなの。ちょっとカメラ目線もくださいよ。待ちきれないですよ。いいですね。ジヒョちゃんの見ました、皆さん、パフォーマンス。この並び順、1、2、1、2、1、2で。で、手を上げる人たち、上げない人たちか。はい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 。テレコになってますね。いい。なるほど。ちょっとそのチェヨンちゃんとかのベルトのあたり、腰のあたりに巻いてるそのスカーフとかで柄を見せていくっていうところなんですかね。うまいな、スタイリング。チェーズ。これは間違いなく、なんですかね、ファンの方たちの待ってる今までのそのかっこいい系とはまた違う、新しく従来の笑顔系の可愛い系で来るとは思うんですけれども、ただしっかりとその今までとは違う成長した TWICE っていう、その年齢的にもね、なんか考え方的にも少しまた大人の考え方を知って取り入れた皆さんのパフォーマンスが見れるんじゃないかなっていうところと、まあ、あとはちょっとサルサ調というところがあるので、楽曲的には刻んでく系、シャカシャカとかそういうパーカッション系の音とかがメインになるのかな。で、そこにちょっとヒップホップなラップのテイストで打ち込みが入ったりとか、トラップ系のサウンドも入れつつなってくるんじゃないかなっていうふうに思いますかね。これはね、ちょっと期待したいでございます。6月の9日ですね。はい、かしこまりました。ということで、こちらね、ミュージックビデオまた出たらリアクション動画撮っていきたいと思います。お楽しみにしてください。現場から以上です。ありがとうございました。よいしょ、せい。